不安でパラフォックス不安でパラフォックス異面倒さは、スペインの政治家で、カトリック教会の聖職者、メキシコのプエーブラ司教及び、スペインのオスマ司教。特にイエズス会を激しく批判したことで知られる。多数の著作を残した。1642年に、臨時のヌエヴァ・エスパーニャー副王を務めた。ローマ教皇ベネディクト16世によって2011年に、副社に加えられた。 不安でパラフォックスは、ナバラ州フィテロで生まれた。パラフォックス家は、アラゴン貴族の家柄で、父親のハイメは、第二代、アリサ公爵だったが、不安でパラフォックスは、死生児で、母親は後に貫通を食いて、女子修道院に入ってしまった。性の、面倒さの部分は、母方の性ではなく、高祖父の性を借りてきたものである。死生児として捨てられたが、 9歳の時に父親に認知され、それから貴族としての教育を受けた。アルカラ大学とサラマンカ大学で学び、グアガラハラのポルタコエリ大学で法学の学位を取得した。パラフォックスは政治家と聖職者の両面で活動した。政治家としては1626年にネーデルラントとの戦いのためにフランデレン地方に派遣され、 ついでアラゴンのコルテスの大議員として働いた。コルテスでの優れた働きを見たオリバレス白公爵の推薦により、軍法会議、ついでインディアス数期会議で働いた。聖職者としては、タラソナ大聖堂の宝物管理人を経て、1629年に、被災に除解された。パラフォックスは、デスカルサスレアレス修道院の観察者、宮廷の背物分配者、 フェリペ四世紀の妹である、マリア皇后好きの司祭などを務めた。1639年に、ヌエバ・エスパーニャのプエブラでロス・アンヘレスの司教に任命され、翌1640年に赴任した。司教の仕事は単に宗教的なものでなく、政治的内容を含み、ヌエバ・エスパーニャの政治の観察者として働いた。当時のヌエバ・エスパーニャ不幸は、 第17代のエスカローナ公爵だったが、パラフォックスはその前任者である、第15代副王のセラルボ公爵と、第16代副王のカドレータ公爵の2名に、対する審査を行った。スペインとポルトガルの戦争が始まると、パラフォックスは王に対して、ベラクルズに住むポルトガル人を移住させる提案をしたが、採用されなかった。1642年には、 現副王がポルトガルと結託していたと批判して、解任して、スペインに送り返し、公認の副王が赴任するまで半年の間、自分自身が臨時の副王として働いた。第19代副王のサルバティエラ伯爵とも激しく、対立した。パラフォックスはメキシコをスペインから独立させようとした、アイルランド人、ウィリアム・ランポートの裁判を行った。宗教面では、 フランシスコ会他による当時の教区が世俗の人間によって運営されていることを批判した。彼はフランシスコ会の31の教区を廃止し、フランシスコ会と激しく衝突した。その後バラフォックスはイエズス会と対立し、イエズス会が十分の一税を支払っていないことを批判した。1647年にはローマ教皇インノケンティウス十世に対して、 イエズス会を非難する書簡を送っている。副王とメキシコ大使教不安でマニオスカはこの問題についてイエズス会の方を持ったがパラフォックスはイエズス会批判を止めなかった。1649年5月にフェリペ4世はパラフォックスをスペインに呼び戻した。同時に副王のサルバティエラ伯爵はペルー副王に転任になった。パラフォークシアナ図書簡パラフォックスは大量の 文筆活動を行った。内容は、キリスト教関係のもの以外に、詩、政治、歴史、回顧録、法律文書など多様なものがある。そのいくつかは1700年頃に、金賞目録に入れられた。著者のうち、タルタル人のチナ征服史は、没後に移行をもとに1670年に出版され、フランス語にも翻訳された。マルティノ・マルティニの、だったン戦争記と並ぶ。 民心交代を扱った著作として知られる。中砂によると、マカオで書かれた、イエズス会の文章を利用している。パラフォックスは、プエブラにセミナリオさん不安、コレヒオさんペドロ、コレヒオさんパブロという学校を設立した。彼の下で、プエブラ大聖堂が完成した。パラフォックスがコレヒオに寄贈した図書をもとに18世紀に成立した、プエブラのパラフォークシアナ図書館は、 南北アメリカ最古の公共図書館として2005年にユネスコ世界の世界の記憶に登録された。彼は聖職者が先住民の言語を学ぶことを奨励したが、熱心な宗教心によってアステカ文明他の遺物を偶像として破壊した。スペインに帰国後はマドリードで審問を受けた。1653年6月にオスマ市教に任命された。1659年に エルブルゴデオスまで防止した。パラフォックスを副社に加えるための手続きは、没後7年経った1666年に開始されたが、議論のある人物であるために、実際の列腹までには非常に長い時間がかかった。18世紀後半のカルロス3世は、イエズス会をスペインから排除する目的で熱心に列腹を進め、1768年にパラフォックスは、 尊者とされたが、劣服は、失敗に終わった。パラフォックス生誕400年を記念して、再び劣服の手続きが行われ、2011年6月5日に、エルブルゴデオスまで劣服された。ありがとうございます。